はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、久々に、日本酒でございます。黄門の夢ですね。こちらは、新潟のね、まあ僕の超地元の、ね、新潟県新発田市というところの、市島酒造株式会社というところの、黄門、まあ、ね。なんなんですかね。普通ほら、ここの、この黄門っていうのが、まあ、社名に当たるんですけど、例えば、なんだ、宝とかね。これ結局黄門っていうのは、この、市島酒造の、まあ、社名みたいなもんですね。黄門っていうの。の夢、純米となってます。アルコール度数15度。原材料名が、米、過去国産。米麹、過去国産米と。そして精米部合が、麹米が 60%。かけ米が 65%。ってことは、精米部合 60% か。これ結局 60% 削ってるのか、で残ってるのが 40% なのか、それとも逆に 60% 残してるのかがよくわかんないですけど、まあいいや。ね、そしてね、この色を見る限りですね、ものすごいね、色がね、もう真っ黄になって、しまってるんですが、これが製造が2013年の10月の3日だから、まあ、7ヶ月ぐらい経ってるのか。そんな経ってないな。8ヶ月ぐらい経ってるか。ね。まあ飲んでいきたいと。久々にね。まあ地元のお酒ですからね。日本酒ですから。ね、ちょっとね。あれか。ちょっと、とっくりかなんかで、ね。おちょこおちょこ。ね、乾杯。うん。うん。別にあれですね。まあ、日本酒はそんなに悪くはならないと思うんで。まあ、1年以内なら全然開封未開栓で。うん。問題ないと思います。黄門の日本酒でくぐりましょうか。うん。夢。うん、美味しい。こう、なんか、若干独特な香りはしますけどね。うん。うん。ちょっと、酸味があるような香りがするんですが。うん。夢、純米ですね。ほのかな米の旨味を生かした、すっきり辛口の純米酒。ああ、これ純米酒か。純米酒。うん。だそうです。純米酒。ああ、そういうことね。米しか使ってないわけね。普通酒はほら、酒使ってるけど。うん。ね。純米酒は、酒は使ってない。ね、酒は使わずに、結局米だけを発酵させて作ってるっていうことですね。うん。純米酒は美味しいですね。やっぱり。
なんか、米の旨味がやっぱり。ね。あ、先ほどの、多分ね、何パーセント精米っていうのは、これ 60% 精米って書いてあるから、60% 残して 40% 削ったっていうことみたいですね。今、ググりましたけど。なるほど。まあ、基本的には、この精米歩合が少ないほど、いい大吟醸とかね、35% とか、大吟醸とかになると35%ぐらいになってくると。なるほど。確か俺以前、大物大吟醸は飲んだことありますよね。カップでね。カップ酒のやつね。まあ普通にカップ酒で大吟醸売ってたからね。大吟醸。720ml で2600円。で、ちなみに今これ飲んでるのが、720ml で1100円のやつですね。大門はね、普通に美味しいです。結構、ただの普通の、普通種のカップ酒でも結構うまく感じる、個人的に。柴田の中では、個人的に一番うまいと思いますね。柴田の日本酒の中だと、一番なんか辛口で、ね。まあ、あと、柴田だと有名なのが、船口の、船口、菊水ですけどもね。あれはちょっと、辛口というよりは、甘口というか、ちょっと甘口部類の、あれなんで。ちょっとね。よろしくないんですけど。これは美味しいです。普通にね、大門、2014年の5月20日、平成25年度、全国新酒品評会金賞受賞だそうです。おめでとうございます。おー。全国品評。平成25年、酒造、年度、全国新酒品評会。金賞だそうです。あと他には金賞、あ、結構金賞受賞してるのいっぱいあるな。朝日酒造の朝日山。あ、あとこの隠れ飲んでみたいんですよ、隠れ。まあ、鶴の年齢の齢と書いて隠れと読むんですが、これね、俺が、生放送やってる時に、リスナーさんにね、これうめえよと、教わったんで。ね。今度買ってみたいと思います。隠れね。隠れ。鶴の年齢と書いて、隠れと読む。ね。
ね。夢。この夢というのが夢シリーズですね。純米シリーズ。夢ブランドは、シリーズ中一番販売歴が長く、純米吟醸か。まあ、純米酒。ね。純米酒は基本的にちょっと甘めなのが特徴ですかね。全体的にね。どうしても、ね、あれなんで、米だけなんで、どうしても、甘口になっちゃうんじゃないですかね。多分ね。まあ、甘口っていうほど甘くはないですけど。美味しいですね。ちょっと、香りがね。やっぱ純米酒の、ね。香りっていうのかな。ちょっと酸味がかったような香りのが特徴ですかね。そんな感じでしょうか。まあ日本酒はね、やっぱね、逆にね、時間が経つと俺が一番大好きな日本酒をまあ、ね、以前も紹介しましたけども。ね。なんだっけ。あれですね。あれ、なんだっけ。ほら。あれ。魚沼さんの、コシヒカリを使った。コシヒカリは使ってねえか。あれなんだっけ？まあ、以前ね、紹介しましたけどね。あれは非常に美味しいです。あ、俺が以前飲んだ、黄門の大吟醸じゃなくて、純米吟醸か。吟醸だ。八海山ね、八海山ね。ちょっと最近物忘れが激しくてですね。やっぱ、まあ、八海山だな。ちょっとあれなんですよね。若干、残ってくるのが、純米酒はね。ちょっとしつこいっていうか、まあ、コクがあるって言えば、コクがあるんですけど、ちょっとしつこいのが気にかかる。ので、あんまり、こう、あれなんですよ。こう飲んで、飽きてくるっていうかね。
そこがちょっと。ああ、八海山飲みたくなってきたな。ちょっとやっぱり甘い。甘さが残るね。口の中にね。まあ、ちょっとコクがあれかな。あるかなっていう感じですけど。まあ全然。まあでもちょっとね。っていう感じですね。甘い。ちょっと甘い。ちょっと甘いですね。コク、香り。香りは別に普通。まあ普通でしょう。ね。4433です。ご視聴ありがとうございました。